麻酔科医または麻酔医とは、術前、術中、術後に麻酔の管理を行う麻酔科の医師であり、今日では手術の進行とともに不安定になる患者の様体を医療行為によって生命維持する役割を担う。術中だけでなく、術前、術後の麻酔科医の任務を重視して、他科と共同して行う、手術期管理と呼ぶ。手術室でのチーム医療の一員である。 重労働であるため、他国でナースアネッサティストを制度化している例があるが、日本では看護師などコメディカルの就実機業務を整理、統合し、患者の入院から手術を経て退院までの業務の流れを効率化するのと合わせて、麻酔会を名実ともにリーダーとして就実機のチーム医療を実現するという、就実機管理チームの名称のもとに調整が進行中である。 全身麻酔手術中は、鎮静薬、鎮痛剤、筋弛管剤などによって、呼吸を含む患者の生命維持機能の多くが、停止するため、必然的に麻酔のみでなく生命維持全般を受け持つ。術後の意識状態の確認も含み、救急医療での蘇生との学術的つながりが深いため、講座名として、麻酔蘇生学と名乗る教室もある。麻酔科と緩和医療の両方を標榜する。 診療科もある。麻酔薬の薬理学などを外科学に応用する立場で、その学術において関連する学問は幅広く、従って覚える範囲は多岐にわたる。麻酔科医が手術室で行う全身管理は大きく分けると呼吸管理、循環管理、疼痛管理の3つである。麻酔科医は意識のない患者の代弁者と表現される。鎮静薬、鎮痛剤、 筋じしかによって、無反応状態になった患者の生命維持を代行し、執刀医よりも患者の側に立って、手術の終了宣言までの間容体を監視し、患者に代わって執刀医に警告を行う。なお、手術後を含め手術室の外での役割は、術前に外来や病室訪問で患者に麻酔について説明し、その説明に対し合意を得ること、患者に応じた、 麻酔計画の作成。麻酔会の仕事は飛行機のパイロットに例えられる。麻酔会は患者の実前評価と麻酔装置の点検、準備を行う。全身管理として必要な検査は入院後に行うが、患者である我々がやるべきこととしては、術中平発症の発生可能性を正確に見積もることができるよう、過去に全身麻酔を受けた経験があるかどうかに加えて、 不性脈や喘息といった気温症、その他患者の状態の評価に挙げられている項目を、なるべく正確に麻酔科医に伝えることである。血縁者に筋疾患がある場合は、姿勢の高い併発症である、悪性高熱症の発症確率が高いので、入院の前に家族や血縁がある親戚に確認した方がいい。手術の時間が長くなったり、 効率の悪い薬剤を選んでも患者に対する安全性を優先するよう努める。それでも危険性が十分に低くならないと麻酔科医が判断すれば、検査を行って危険性を正確に評価するまで、手術そのものを延期せざるを得ない場合がある。重大とは思われない、器用症であっても複数合わせると、病院では常備できない薬剤が必要になったり、 全身麻酔によるリスクの方が手術の成功で、見込まれる利益よりも大きくなり得る。術前評価が困難な場面の一つに、大規模な天災もしくは人災事故が発生しその罹災者が多く運び込まれた。結果、術前評価を行う余裕がない緊急手術の連絡があった場合が該当する。ゆえに、患者の気を症を多く知る家族に連絡が取れるまで延期するか、 延期すると手遅れになるので手術に踏み切るか、重大な判断の分かれ目となる。患者は酸素マスクをつけてもらい、成人の場合点滴から、静脈麻酔薬が入り次第に渾水状態となる。小児の場合、多くは吸入麻酔薬による方法が取られる。筋肝剤の投与と、気管相関を含み、術前評価が十分できなかった場合に、問題が生じるのは、 多くの場合この時点なので、作業をこなしながらも患者及び呼吸管理と循環管理の契機の監視を続ける。呼吸や血圧が安定された状態であると目視及び計測器から表示された数値から想定されると、麻酔会は引き続き契機の値を監視しながら、裏方に回り、下界による失踪が開始される。導入時と違って、複数の臓器が同時に不調をきたす。 可能性は低いが、手術や麻酔に対する身体的な負担が耐えられない場合、患者の臓器が一つ一つ異常状態を示すので、その兆候を早めに検知及び検出して、輸液や導入と同様に各政治にも問題が現れやすい。慎重に人工呼吸から自発呼吸へと移行し、麻酔が切れる際の疼痛管理を行う。意識状態の確認を行った後も、 術後の併発症が起こる場合があるので、患者の様子によっては集中治療室で監視を続ける必要がある。患者さんが歩くまでは麻酔管理の責任は終わらないとも例えられる。麻酔会でなくても医師、または司会であれば麻酔を行うことが法的に認められている。しかし、手術技法が高度になるにつれて、患者の様態を常に監視、管理。 警告する重要性から麻酔会が求められるようになった。特に1951年の筋弛緩剤スキサメトニウムの臨床応用及び1952年の日本での臨床応用は重要な転機となり、これ以降、全身麻酔手術では筋の緊張を減少させて、失頭の自由度が広がった反面、患者の呼吸筋も機能しなくなるため、 手術室で患者の呼吸機能を代行、維持するものが必要となり、呼吸に続いて、脈拍、血圧、心電図、体温、意識の管理もそのものが担うことが合理的とみなされたことから、高度な手術技法のトレードオフとして生じる術中、術後の患者の生命維持機能の低下に伴う、危険性に対する処置行為を、専門職である麻酔科医に託す形となった。言い換えれば、 科医が、執刀可能な程度と時間は麻酔科医の技量に依存している。また、医療行為の分業性、とも言える。特に血圧と脈拍の管理は、執刀医の術やからは見えない部位からの出血を検出する点から極めて重要で、補助の専門職がない日本の麻酔科医制度では、昇圧剤などの投薬だけでなく輸血パックの交換についても、看護師ではなく、 麻酔会外になっている場合が多い。最も正式な名称は麻酔科医であり、次によく使われるのが麻酔である。麻酔医は麻酔科学が麻酔学と呼称されていた日本の麻酔科学が発展する以前のニュアンスを含むので麻酔科医に好まれていない。最も新しい記述では日本麻酔学会ニュースレターの特集麻酔学講座の名称を考える総論で 麻酔学講座から麻酔科学講座への名称変更がなされたとするウェブページがある。同ウェブページに、米国の講座名についても記述があり、ASA 会長のドクター・エリソンが、ペリープラティブ・メディシンペインマネージメント、または、ペインペリープラティブ・メディシンがふさわしいと言及したようだ。これらは、手術期医学よび疼痛管理、疼痛よび手術期医学と訳すことができる。 麻酔学から麻酔科学への議論は文献の中でもなされている。日本の麻酔科医に関する制度は、6年制の医学教育課程、医師制度、研修医制度に基づく他に、厚生労働省による麻酔科標榜資格審査の合格と、日本麻酔科学会による認定医、専門医、指導医の認定から成り立っている。特に麻酔科を標榜するには、 厚生労働省の資格審査を得なければならない点は、他科に対する麻酔科の特殊性を表している。医師だけでなく、病院についても、日本麻酔科学会が認定する麻酔認定病院制度がある。麻酔科医となった後の資格として、日本麻酔科学会による認定医、専門医、指導医とは別に、日本心臓血管麻酔学会が、 日本手術期軽食同心へ行認定試験を実施している。平成20年の医療施設に従事する医師の政府統計によると、麻酔科医の人口は7067人で、医師全体の2.6%を占め、男性およそ4700人、女性およそ2300人、医師全体の女性の割合は18%である。平均年齢41.9歳は、 医師全体の平均年齢48.3歳よりも6点。比較的女性が多くて、年齢層が若い診療科と考えられる。麻酔科医からの術前説明が、多くの患者にとって麻酔科医と接する最初の機会で、患者の麻酔科医に対する第一印象を決めることになるが、麻酔説明のパンフレットに、日本で統一された形式は存在せず。 病院によっておよそ20ページの文章のものからほぼ同じページ数で写真イラスト入れ部分的に振り仮名付きのもの、それらの4分の1程度のページ数のものと多岐にわたる。ある麻酔説明パンフレットに対して22%の患者が一部わからなかったと回答し、別の22%の患者が配布されなかったと回答した。 対応のばらつきが麻酔科医への印象に影響を与えている可能性があり、また同文献にあるように麻酔科か研修医かによっても患者の回答に差が出ている。パンフレットと診察に加えてビデオを導入している場合も増えており、一部ビデオが公開されているものもある。患者が麻酔科医の術前診察で麻酔の併発症による死亡率を伝えられるかどうかについても、 ドイツでは数値として挙げていないとする文献があるが、日本の麻酔説明パンフレットの間でも、患者が記憶しやすい一桁の数値を表として、自然に注意がいくように書いてあるものは少ない。しかし少なくとも同文献にある、市外科大学の麻酔説明パンフレット、麻酔に関する説明書は、死亡率の記載は最も患者にわかりやすいものの一つである。なお、小児麻酔の場合には、 必要に応じて、学会のホームページの麻酔説明を参照するように、促しているものがあった。詳細を確認できないものの、日本麻酔科学会は、麻酔のしおりという小冊子を2008年くらいから、年間5万部程度発行しており、同学会の事務局から一冊50円、送料500円で購入できる。内容はインターネットで閲覧することはできないものの、 報告から表紙などを伺うことができ、評判はいいようだ。特にこれを使うようにと規定されているわけではないが、患者が入院前に麻酔会に伝える、希望症、麻酔会に尋ねたい質問などを準備するのに、前もって入手できれば、助けになると考えられる。患者が自分自身と麻酔会のためにできることは、何より自分の希望症と血縁者の筋疾患の有無を、 手術の前に麻酔科医に正確に伝えることである。また、投薬を受けると麻酔科医の名前を覚えられなくなる場合があるので、術前に覚える方がいいとされている。日本臨床麻酔学会は、日本語で書かれた学会誌のバックナンバーをインターネットを通じて、PDF 形式で公開しており、患者や家族が麻酔についてわからないことがあれば検索、参照、印刷することができる。 同様に、世界的によく知られた英文の論文雑誌であるアナスジーラジーについても、ほとんどの記事が無料で閲覧できる。その意味で麻酔科は、パブリックアクセスやペーシャントアクセスに優れた診療科であり、診断そのものを行うことが少ないという麻酔科医の特殊性からも、気用症のある患者は、自分で調べて、緩和医療などで麻酔科医に、 全身麻酔手術時の危険性やアレルギーなど不安な点を相談しておくことが可能である。内科などの診断を頻繁に行う診療科では、インターネットの普及に伴い患者が無理な意見を言う、クレーム行為、または過去においては言わなさすぎた、医師と患者の間のコミュニケーションの問題が指摘されるようになった。麻酔科医のジレーマとして、手術室で重要な役割を果たすが、 手術室の外での業務が目立ちにくいため、患者や家族に評価、感謝されにくいことが挙げられ、その問題を重視しようという意見がある。麻酔科は、医師不足が深刻な診療科であり、最も不足した時期には、麻酔科医4人が一斉退職した、ある私立病院で、麻酔科医の求人に年収3500万円と記載されたことが話題となった。医療崩壊が叫ばれた時期には、 内科と並んで集団退職が目立つ診療科として取り上げられた。これを踏まえて日本麻酔科学会から行政へ繰り返し提言が行われた。その内容は各国との比較、女性医師の復帰支援、看護麻酔師制度の問題点など多岐にわたっている。時には手術室を掛け持ちする麻酔科医の日常を客色を加えて描いた。 漫画作品として麻酔科医花がある。人口あたりで最も不足しているのは、三重県、新潟県、茨城県、埼玉県であるとする統計がある。全身麻酔研数あたりで最も不足しているのは、福島県と岩手県であるとする概算がある。根拠となる出展が確認できないものの、同ウェブページを含めて、麻酔科医が健康に働ける、全身麻酔症例数として、 年間300例、月間25例を基準にした Web ページが複数ある。全身麻酔件数は複数の麻酔会で担当した場合も含んで平均29.40月で手術室の責任者として関与した全身麻酔件数の合計は平均37.70月であったとする集計がある。しかし前者はヒストグラム上で30から40件に 最大値を持つ。麻酔会不足の報道記事は2008年を最大として現時点の2010年2月には新たな記事としてはほとんど掲載されなくなった。生命維持という点から訴訟になる率が高いという通説があるが実際には全身量化を合わせた件数の0.7%と低い。政府統計によると麻酔会は 医師全体の2.6%を占めるので、麻酔科医1人あたりの訴訟数は、医師平均のおよそ1、3である。先の訴訟件数のウェブページの注意が空きとして、複数の診療科目に該当する場合、主要な1科目に計上とある点は、今後より詳細な参考資料が必要になるが、最も多い内科の228件の中には、麻酔科が含まれている可能性は低いので、 いずれにしても麻酔科の訴訟は少ないと思われる。麻酔科の訴訟が多いとする誤解の理由として、手術機の全身管理という麻酔科医の仕事が、他科の医師の活動よりも患者の目に留まりにくく、手術室の実情をテレビドラマ以上にイメージすることも困難であるため、麻酔事故というキーワードの方が、麻酔や報道によって浸透してしまったことが挙げられる。また、 麻酔科学が確立され麻酔科医が制度化される以前には欧米での麻酔手術は死亡率が高く戦前の日本では生命兆候は脈のみで気管相関もなかったため呼吸管理に失敗して死亡する例があったそもそも手順を定型化してリスクを低減する目的で制度化されたのが米国のナースアネスサティストであり医学が進みさらに高リターンだが同時に 高リスクな麻酔を扱うための制度が全世界の麻酔会なので、麻酔会は本質的に手術中に発生するあらゆる危険性を低減し、なおかつ訴訟が起こりまたは受けにくくする存在である。麻酔事故の特殊性について述べた文献では、次の4点に簡潔にまとめられている。第一に、麻酔会と患者の人間関係、信頼関係が形成されずに麻酔実施。第二に、 患者の麻酔の危険性についての認識の甘さ。第3に患者が認識できない状態で全身麻酔が行われ過程がわからない。第4に局所麻酔は簡易に思われている割に重大な結果をもたらす。日本麻酔科学会は麻酔関連偶発症例調査を実施しており、その詳細の一部が厚生労働省の審議のサイト及び日本麻酔科学会のサイトから pdf 形式で閲覧できる。麻酔科医に伝わる格言として、手術には小手術、大手術があるが、麻酔には小麻酔、大麻酔はない。つまり小さい手術だからといって、麻酔の手順に手を抜いてはいけないと言われている。麻酔色ハウタに、く、首よりも上での手術事項をしと読まれている。女性医師麻酔科復帰支援プロジェクトは、 長崎大学病院麻酔科が中心になって推進している出産、育児などで職場を離れた女性麻酔科医や高から麻酔科へ転科希望の女性医師を非常勤の気候専修医という扱いでオンザジョブトレーニングを施し麻酔科の現場に適応させようとするプロジェクトである。募集自民は2010年2月現時点で2名ながら気候協力病院は70施設に上る。 文部科学省医療人 GP として採択されたプロジェクトである。この他、日本麻酔科学会によると多くの病院で女性医師復帰を募っている。同ウェブページには女性だけでなく男性医師でも構わない。また、若手の約4割が女性との記載がある。こうした病院の中で、マモ麻酔会制度として大阪大学、山口大学、奈良県立医科大学で 女性医師募集を行っているうち、大阪大学の関連病院が最も多く2010年2月現在で23施設に上る。従来の研修医制度から、ローテーターと呼ばれる高に属することを決めた、研修医が麻酔科で研修を受ける機会があった。厚生労働省の新しい医師、臨床研修制度では、合わせて12ヶ月必修の3つの診療科のうち、 救急部門の一つとして麻酔科が含まれた。新方式の研修医は特に麻酔科でスーパーローテーターと呼ばれる。あるコンサルタントによると病院経営側で予定手術と緊急手術のバランスを考慮することがアドバイスされている。花岡青春麻酔会を主人公としたドラマとして風のガーデン、漫画として麻酔会花、小説として破裂、麻酔会があり、 麻酔会が重要な役割を演じるドラマとして、下界、有森最古、振り返れば、奴がいる、漫画として、最上の命、小説、ドラマとして麻酔チームバチスタの栄光、漫画、ドラマとして、ゴッドハンド輝き、イルー、K2 がある。麻酔会、花の主人公である、花岡花子の姓は、世界で最初に、全身麻酔を行った、花岡青春に由来し、 同作品の監修者、松本潔平は麻酔科医である。研修医に麻酔科の任務の重要性をイメージさせるために同作品を紹介した例がある。ゴッドハンド輝きに登場する麻酔科医のモデルは実在の麻酔科指導医である。麻酔科医が登場する作品が考察を含めて学会誌で紹介されたことがある。司会誌の麻酔技能をイカ麻酔科で研修を受けることで向上させる。 歯科医師のイカ麻酔科研修が実施されている。これら歯海麻酔科医は、全身管理を含む歯科治療、全身麻酔による歯科治療のための麻酔を行うが、以下の麻酔科医として働くことは法で禁止されている。この他歯科との関係としては、歯科医歯科上問題にまつわり、歯科医師によって麻酔科医の不足を補おうと真剣に議論された時期があった。歴史的にも、 歯科手術の際の麻酔は、虫歯以外に、疾患のない健常者が麻酔を受ける機会として、大きなテーマであり、麻酔科学の成立に大きな影響を与えた。日本の麻酔関連の学会として、日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会、日本小児麻酔学会、日本心臓血管麻酔学会などがある。また、国際的な学会として、イヤーズとそれが主催する EBM に特化した。 サイト OPENANESTHESIA.org、e、がある。米国の学会として ASA がある。国ごとの麻酔化制度に関する概説を以下に述べる。先進国での麻酔化制度は類似する内容ではある。各国の診療報酬制度の仕組みは複雑で比較が困難であるが、日本は手術現場での負担を診療報酬に反映しにくい仕組みになっている。 その結果、多くの場合、麻酔会に様々な負担がかかる傾向にある。また、日本は人口あたりの麻酔会の数が極端に少ないという問題点がある。NGO の麻酔会が、米海軍の手術室でインドネシア沖地震の患者に投薬する様子先に述べた、米国のナースアネッサティストは、米国では麻酔会よりも先んじて制度化された歴史がある。 米国での麻酔科医会は麻酔学を専門とすることを選んだ内科医である。彼らは、まず4年生大学で医学部進学課程を含む学部課程を修了しなければならない。ついで他の内科医、同様4年生の医学部課程を修了しなければならない。さらに、米国での内科医研修には、例外なく4年間の専門医学実習生訓練が必須であり、 最終的に麻酔の専門性を証明する専門医認定の資格を得る必要がある。合計すると麻酔を専門とする内科医は高校卒業後専門医認定を受けるまでに12年間の教育と訓練を全うしなければならない。麻酔科医の専門医学実習は手術にまつわるあらゆる面にわたっている。例えば手術前の薬品評価、患者の寄与症への対処、 手術中の生命維持、手術中の疼痛管理、手術後の回復、集中治療、慢性的な激しい疼痛の軽減が挙げられる。研修の後、多くの麻酔科医はさらに1年間、疼痛管理、心臓麻酔、小児麻酔、神経麻酔、分辨麻酔、救命救急医療といった分野で、さらに専門的な訓練を受けるため、研究員としての機関を持つ。 米国の麻酔会の大多数は何らかの専門医認定機関で専門医認定を受けている。具体的にはアメリカンボードオブアナス CG ーーラジーとアメリカンオスティア・パスックボードオブアナス CG ーーラジーである。ABA は米国専門医認定機構に加盟しているが、アオバは米国生骨医協会の講演によるものである。両者とも主だった。 保険業者及び軍から認定されている。ABA の専門医認定では筆記試験と口頭試験が行われる。青葉も同様だが、手術室での実際の麻酔処置を内科医の試験官が採点する実地試験も加わる。アメリカの医学教育も参照医療行為を実施する資格を得この間、その内科医は選択した分野のあらゆる面について教育を受けることになる。 それには、通常、順番に手術室で勤務し、あらゆる外科的処置について様々な患者へ麻酔を施すことが含まれる。ついで、様々な集中治療施設と中間看護施設を順番に経験していく。この研修期間中、多くの内科医は、救急医療の過程を選んで終了する。これを終了すると救急隊の内科医として、自身で、あるいはコメディカルの助けを得て、 患者を自宅や自己現場で治療することができる。ありがとうございます。